本日ご紹介いたしますのはこちらになります。以前もご紹介させていただいてるんですけれども、ゴーグル E10 ライブ、こちらのスマートグラスのご紹介です。今回私はこちらのスマートグラスなんですけれども、車載動画であるとか車のカーガジェット、そういった時に両手を使わなきゃいけないような状況で撮影をしないといけない場合というのがあるんですけれども、そういった場合にも特に非常に重宝しているガジェットとなっておりますので、通常のアクションカメラではありえない使い勝手を持っているスマートグラスになりますので、興味のある方はぜひ最後までご覧になってみてください。まずこちらのスマートグラスの使用の詳細をご紹介していこうと思います。こちらなんですが、非常に軽量になっておりまして、以前 E9 をご紹介させていただいたんですけれども、もうそれと比べても非常に軽くなっております。さらに良くなったところというのはここなんですけれども、これ耳にかけるところなんですが、ここがすごく柔らかくなりました。それによって耳にかけるときに少しこう窮屈感というのが以前のモデルはあったんですが、それがかなりなくなってかけ心地がすごく良くなりました。かけ心地が良くなったところのポイントとして、ここに USB-C が設けられるようになりました。これが付属しているケーブルなんですけど、ここにこうつけることによってこう給電しながら動画の収録ができるんですけど、かけ心地も損なわないような仕様になっています。で、以前はタイプ C じゃなかったんですけど、このスイッチのこの中ですね、ここのラバーの開けて、ここに SD カードだったんですけど、確かこの横のところに USB マイクロ USB がついてたと思うんですけれども、ここで刺さなきゃならなかったんで、このカバーをいちいちめくって刺さなきゃいけないっていうことがあったんですけど、これはすごくスマートにできていて、もうこの状態になりますので、かけ心地も損なわないといった非常に使いやすい作りに今回進化したなというところになります。で、こちらまた表見ていただきますと、このカメラなんですが、角度の調整ができるようになっています。で、3段階になっていて、上向き、中立、それから下向きということで、後ほど車載動画をご紹介するんですけども、これ下向きの状態で撮ってます。それでだいぶちょうどいい視野になってますんで、この状態で撮っています。で、こちら。レンズがないわけではないんですけれども、実はレンズ私これ外しています。これが付属のキャリングケース、E9 の時と変わってないんですけど、このようにレンズが入ってます。で、こちらにももちろんサングラスのこのレンズが入っているんですけれども、私の場合はアクショングラスとして使っておりまして、かつメガネをつけてます。メガネをつけながらこのアクショングラスが使えないかなって思ってたんですけど、そうするとこういう感じでつけることになるんですけど、このね、レンズがね、あると当たっちゃうんです。で、私の場合はあえてこれを車のアクショングラスとして使うときはこのレンズを外して使ってます。それによって干渉しなくなるので、かけ心地を損なわないように、しっかりとフィットしてくれるようになるということがあるので、私の場合はレンズを外してつけています。レンズの脱着もすごく簡単にできておりますので、使用用途に合わせてレンズの付け替えをすることも可能になっているというところも大きなポイントになるかなと思います。で、もちろん、こちら、つないで、で、こちらポータブルのリチウムイオンのバッテリーなんですけれども、動画の収録をすることも可能ですし、内蔵バッテリー入ってるんですけれど、1時間半程度の小さい内蔵バッテリーになっておりますので、それだと不安だという方は、こういったモバイルバッテリーを接続して、動画の収録をするということもできるようになっています。じゃあ実際に、こちらの動画の収録をする際、アプリもありますので、アプリを使ってみたいと思います。で、こちらの方が、ゴーグルのアプリになりまして、まず目玉となるのが動画の解像度なんですけれども、今回 2K まで選べるようになりました。で、下行きますと 1080p なんですけれども、60fps。で、720p もフレームレートが 60fps の仕様のものとなっております。で、次に1ファイルごとの動画の長さということで、こちらの方もオフ3分、それから30分まで設定することができるようになっております。で、マイクの音量も
オンとオフと両方設定ができます。でタイムスタンプの方もオンオフ設定ができまして、 WDR 機能もついておりまして、オンオフの設定ができます。で写真の間隔1秒から60秒と。で一番下行きますと静止画写真なんですけれども、こちらの方もサイズがきめ細かに設定ができるようになっておりまして、20メガから VGA まで選べるようになっております。ホワイトバランスの方もオート、太陽光、日陰、白熱電灯、蛍光灯ということで、こちらの方も選べるようになっております。はい、それではこちらのゴーグル E10 ライブのデモということで、今回も車の車載動画でお伝えをしていこうと思います。で私の動画では Google の E9 というこちらに今映ってるんですけれども、これを一回ご紹介しているので、まあ、これとの変化点ですね。で今回のこの注目ポイント特徴をご紹介していこうと思います。でまずは何と言いましても 2K に今回なったということで、解像度がかなり上がっております。以前は 1080p だったんですけれども、まあ、今回は 2K でフレームレートは 30fps ということで、かなり高画質で高精細に動画の収録ができるようになったというのが、まずすごく大きなポイントになってくるかと思います。でもう一つはこれ、視野角が今回広がっておりまして、以前の E9 は110度だったんですけれども、こちらの E10 ライブになってからは135度ということで、視野角もかなり広くなっております。まあ、それによってこういった車載動画もそうなんですけど、まあ、情報量がより多くつかめるようになったと、まあ、いうこともすごく大きなポイントになってくるかと思います。でさらになんですけれども、こちらの、まあ、E10 ライブの新機能ということなんですが、このSD カードが内蔵されているんですけれども、 SD カード自体も、まあ、上書き保存されるような方式になったということで、常に新しいファイルをアップデートしてくれるようになったということになります。これも非常に使いやすいポイントかなと思います。で私も 16GB しか使ってないので、まあ、常にこうアップデートされた方が、まあ、使いやすい。でこれ自体は 128GB まで SD カードは対応していると、まあ、いうことになっております。でもう一つはすごくね、かけ心地が良くなったということも大きいです。でフレーム自体もかなりこう耳にかける場所なんですけれども、非常に柔らかくなったなっていうところがあって、すごくねかけやすくなりましたね。でフレーム自体もレンズの周りも少しこう形状が E9 から変わってるんですけれども、すごくねかけやすくなった。もうこれはなんかもうかけてなさそうな感じのかけ心地です。でさらに重量も軽くなっている。今回 58g ということで重量も軽くなっているということもすごく大きいところかなと思います。でさらに電源を取るということなんですけど、以前のモデルは電源の取る場所というのがスイッチの隣で電源を取る必要があったんですけど、この E10 ライブというのはフレームの後ろの部分、先端の部分でタイプ C が取れるようになったので、そういったところもすごくこうかけ心地に寄与しているかなと思います。だから耳にこうかかることがないので、先端の部分にハーネスがケーブルがつくようになっているので耳にかかることもないですし、このカメラ自体がこのケーブルの重さでこう落ちたりするような、まあ、そういったこともないので、すごく窮屈感もなく自然なかけ心地でこういった車載動画を収録したりすることができるので、さらに進化したなって思えるようなアクショングラスに変わったなということが皆様にお伝えできるんじゃないかなと思います。あともう一つお伝えしておくことが、 Google E9 の時もそうだったんですけども、マイクの感度がすごくいいです。で少しマイクの仕様が変わってる、マイクの仕様が E10 になって変わってるんですけれども、それでも非常にマイクの感度が良くて音声も聞こえやすいです。なので動画のこう収録をするときなんかも、特にマイクの音が聞こえにくいからボリュームを少しこう、原因をね少しこう上げなきゃいけないといった、そういった作業をする必要も特にないので、
まあ、そういった点もすごく僕このアクショングラスを気に入っている点になっています。でもう一つお伝えしたいことがあって、このアクショングラスを使うメリット、まあ、私 YouTube で動画撮影をしたりとか、こういった車載動画を収録したりガジェット系の動画を作ったりしているんですけれども、まあ、そういった YouTube を運営している側からの視点でいいところっていうのをお伝えしていこうと思うんですが、なんと言いましてもやはりハンズフリーで動画の撮影ができるっていうことになります。まあ、それによってより、まあ、自分がこう喋ることに対してこう集中できますし、なんと言いましてもこう両手が使えるので、特に車を運転するときなんかはもちろんこう安全運転というものを遵守しなければならないわけなんですけれども、安全運転もしっかりと遵守しながらこう動画を撮影できる、かつこの状態でいつもと変わらない状態で動画が収録できるわけなので、情報量もすごく多いということもあります。こういったメーターの情報であったりとか、こちらのディスプレイの情報であったりとか、さらには今前だけしか向いてないわけなんですけれども、まあ今交差点にお年寄りの方が歩いていらっしゃいますけれども、こういった時でもこう横を見ればしっかりと情報をキャッチすることができる。で特にこう収録することに気を取られて危ない思いをするっていうこともないですし、何よりもそういったところがすごくこう車載動画を撮る上では素晴らしいところかなと思います。あとやはりガジェットなんかもそうなんですけれども、やはり両手でこう操作するっていうのが常なわけなので、そういった手が塞がらない状態でガジェット系の動画の撮影ができるっていうところもすごくいいところになります。例えばこういった、まあ、ガジェット系、今まで紹介してきたこれガジェットなんですけど、例えばこういったものもそうなんですけど、通常カメラを持たなきゃいけないわけなので、こう片手で操作をしなきゃいけないような状況になるわけなんですけども、これ今両手が使えるようになっているので、まあ、両手でこう操作をすると、だから通常の操作の仕方と変わらない状態で使うことができる。で、まあ、その状態でカメラでこう収録することができると、まあ、いうことになります。こうカメラ手が塞がっちゃってると、こういったケーブルなんかを取り付けたりすることももちろんできないわけなので、まあ、そういった時でも日常と同じような状態で収録することができる。こういったところがすごくこのゴーグル10のウェアブルカメラの優れてるポイントだと、まあ、いうことで私も非常に気に入って使用しております。はい、ということで今回ですけれども、こちらゴーグル E10 ライブのご紹介をいたしました。こちらの商品なんですけれども、こちらのグリーンファンディングの方で支援を募っているといった状態となっておりますので、興味のある方は動画の概要欄の方にリンクを貼っておりますので、こちら詳細のチェックをしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。